かぬことをお伺いしますが、その服でどんなお仕事を？急いで着替えてきたのよ。場所が場所だから。ああ、気を使わせちゃってすんません。無駄口はいいから早く用件を言って。今まで綾乃さんの期待を裏切ったことないでしょ。付き合ってた時に黙って合コンに行ったことと、貸した3000ドルがいつの間にかうやむやになってたことと、私の誕生日に帰ってこなかったことと、相談もなく会社を辞めたことと。ごめんなさい、めっちゃ裏切ってました。ほらそれを。どれ変わったから。